気合が大事ですね。まあ、気持ちから行動は起きていますからね。やっぱ気が乗らないのに何かをするってことは非常に難しいんじゃないかなと思います。でも私から見ると気がないのになんか知んないけど毎日出勤してね、そこのノルマに向かって、まあ、いろんなトライをしていくっていうところはもしかしたら気合がないのにやっている、まあ、最たる例なのかなと思います。まあ、私はね気合が乗らないと本当やらないんですよね。で店舗をやってる時でも毎日出勤する意欲が湧かない可能性があるんで人を雇っていましたね。でたまたまね今日は気が乗らないなって日はあんまりなかったんですけども、その代わり出勤日は抑えるようにしました。出勤日が少ないとね、なんとなく気が乗ってくるというかね、まあ行ける日数も少ないからみたいなことになってくるんですよ。そのまあ私がねだから最初の1億円をネットで稼いだ時って気合があったんですよね。なんでかっていうと、うわこれはすごい方法だなと、3年で1億稼げるぞっていうふうに最初に妄想を見たんですよ。その妄想がえらいリアリティを持ってね私に迫ってきて行動を止めなかったんですよね。その代わり今日サボったら1億円3億あ3年後の1億円が遠のくかもしれないなっていうのはすごくリアルに感じましたね。まあ、おかげさんで、まあ、それを達成したわけなんですけども、それからね暗号通貨はね当時仕込んだものが今年中にやっぱり1億円とかに達しそうだなというところがありますね。これだから決済するときにだいぶ課税されちゃったりとかするんで決済しないような気がしますけどもいやでもすげえなと思います。今ねレクサスのカタログばっかり見てますよ。いや私ね本当にレクサス欲しいんだなと思いましたね。まあ買わないですけどね欲しいと思うだけで毎日眺めてると楽しいんですよ。なんか気合が湧くんですよ。いやいいのが出てるなみたいな感じでね、まあ、それで十分なんですよね。もう車庫もないですしね、なんかね車庫がないから買わないみたいなね、選択肢がすでに違うという、金がないからじゃなくて車庫がないというね、もう車ねこれだけあったら止めるところがないのと、それから何日も私運転してませんからね、なのに税金とねなんか保険払ってるみたいな、とんでもないやつですねもうね。ということで あまりグダグダと喋ってもしょうがないんですけども、やっぱり気合が大事だと思います。こうなりたいああなりたいっていうその気持ちがリアルであればあるほどそれは実現すると思いますけども、歌方っていうかね、まあ、どうせ無理かなっていうふうに結局自分で打ち消しちゃえば無理だなって方が現実になるんじゃないでしょうか。